インタビューこんにちは、まなですインタビュー、この番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストの各番組のフォロー、インフォームよろしくお願いいたします。 ということで早川さん8月第2週目です。よろしくお願いいたします。前回に引き続きというか、あの七月の放送でまたまたっていうところなんですけど。あのガチャガチャの話したじゃないですか。あはい、はいはい。ガチャガチャ面白いよなって思って、うん、こういろいろ調べてたら、すごい面白いガチャガチャを発見しまして。うん、酒ガチャってご存知ですか。酒、お酒入ってんの。<laughs> いや、違う。そういうなんか、あの。 実際にこう回す、あれのガチャガチャじゃなくて、はいはい、なんかどうやらクラウンドさんっていう会社が出しているものらしいんですけど、なんかどうやら日本の,その小さな酒蔵さんがこういっぱいあると思うんですけど、そことコラボして、そこだけのオリジナルお酒みたいなのを作って販売するサイトみたいなのがあってですね、その会社さんが、えー。 そういうお酒を作ってるんですけど、例えば5種類とか、なんかサブスクではないんですけど、うん、お酒をまとめて発送してくれるサービスというところで、えー、なんか5種類、何種類、何種類って選べて、しかもお酒にはなんかスーパーレア、スーパーウルトラレアみたいな、なんかよく分かない、えー、配送みたいなのがあって、なんかまとめてこうガチャを引くと、家に面白いお酒が何種類か届くっていう。 えそれはだからガチャだからなんとなくどれが来そうか分かるけど完全な指定はできないってことあ、えっと、それがまずお酒の種類が200種類以上あるんですよ。どれが来るかが分からない上に、うん、あとはその,その人の趣向に合わせて選べるらしくて、うん、か甘いものが好きな人は果実酒がいっぱい入ってるものとか日本酒好きな人とか、うん、大体の味では分けられるらしいんですけど完全に何が来るかは当日までのお楽しみ。 ガチャガチャがあるらしいです。あ、それは面白いね。そうなんですよ。じゃあ、ホリマナ的には、これはたか試すんでしょいや、そう、これから買おうと思って、今、どうしようかなっていうふうに思ってるところなんですけど。あ、これ今、ちょうど僕のホームページアクセスしてますけど、だから、ね、値段とか、なんかいくつかパターンがあるんだよね。そうです、そうです、そう。何種類かコース。すごいね。<っ>11種類、3万3000とかここだけしか飲みない。全部そのクランドさん、オリジナル。うん らしい確かに6000円でもサワーベース2連種ガチャとかなんかいろいろあるねなんか友達が酒ガチャ引いてて、うん、あそうなんだすでにいるんだ <laughs> そうそうでなんかすごい美味しいんだよっていうふうに言ってて毎月なんかガチャ引いてるから、まあ、私も引きたいと思ってあいいですねちょっと僕も飲めないけどこれあでも梅酒とかの まあ、スーパーレア,レアで、そっか、梅酒もあるんだね。あります、あります。なんか、普通にフルーツのリキュールもあるし、うんうん、別にがっつりウイスキーとか日本酒だけじゃないのもいっぱい。これ、面白いね。なんか、このガチャガチャだけで、なんか、一テーマになりそうだよねお。あの、なんて言うんだろう。普通は指定したいはずだけど、やっぱガチャはガチャの楽しみがあるから、うん、全体としてはある程度担保されてるけど、最後わかんないみたいな。なんか、やっぱそのドキドキ、不確実性はいいよね。 うんうんうんそうなんです。だからちょっとぜひ前回に引き続きガチャガチャトークを繰り広げましたが、うん、酒ガチャでインパクトあるんで面白そうみたいな思ってくださったから、うんはい、ちょっとまた今回も中江さんに URL 貼っていたいこうと思うので、でね、ぜひ概要欄をご覧ください。さあ、ということで今回も本編に入ってまいりたいと思うんですが、今回も先週に引き続き小林武彦先生のインタビュー第2回です。はい、今回、生物はなぜ死ぬのか。 っていう本でインタビューされてますけども、はい、なんか答えを言ってしまうと、進化のためなんですよね。私なりになんか詳しくはきっと本編で 説明してくださると思うんですけど私なりにこう解釈するとこう今私たちが生きているっていうのはこう今までこう数々の生命が誕生した時からいろんなこう種類の生き物がこう死んでいって、うん、でその当時の環境だったりに適応するために適応しないものが淘汰されて適応するものが生き残ってっていう過程の中に今私たちが生きているっていうことかなっていうふうに私考えたんですけれどもあの早川さんって 人としての種の存続っていう観点でなんか私たちの人生とかこの世の中死生観とかって考えたことありますかかなり高尚な質問ですね。い<や>人何のの <laughs> か他の例えば昆虫とかだったりとかしたら、うん、なんてうんでしょう子孫を残そうっていうもう意思でほぼ生きてるみたいなものかなっていうふうに思ってるんですけど。 なんか人間ってあまりにもその子孫を残そう人間が生き残ろうっていう観点が希薄なのかなとか、うん、私は考えたことがなくあそていう意味ですよね。そういう意味ではな,な,ないですよねでもそれはきっとあれですよねまあやっぱり本来であればあの、ね、人間にもというかみんなもそうですけど本能的にそういうものは当然持ってると思うんですけど、まあ、生命学者生物学者でもね僕が言うのもちょっと恐縮ですけどやっぱりその生命の危機 うん、に、あの、圧倒的に他の動物とか昆虫よりもさらされてないからですよね。まあ、実は本当は今結構危ないと思いますけど、先生もね、おっしゃってましたしね、うん、これ流れてる頃どうなってるか分かりませんがね、ヨーロッパとかでもね、歴史的な熱波なんかも来てますし、ですが、まあ、直ちにね、例えば外出たら誰かになんか食われるとかないじゃないですか。 ですか少なくても日本の僕らとしては。い、ね、ルルルだから、いわゆるね、結婚したり子供を設けたりとかいろいろありますけども、多くの人はね、それを種の保存のために結婚して子供をみたいに思ってる人は、まあ、すごくね、少ないんじゃないかなと一般的には思いますので、だからやっぱそ、そこじゃないかな、その生活生命が担保されてると思ってる。それもひょっとしたらね、うんうん、やっぱり儚いものなんで、実はそうじゃないとも思うんですけど、 っていいいううようなお答えでいいですかね、うん、あ,ありがとうございますそうなんかあの今回小林さんのインタビューをこう聞くにあたってあの小林先生のこといろいろ見て「あのニュースピクスで」で落、うんね、合さんとインタビューされてた回があって落合さんがその今までこう生物っていうのはいろいろ絶滅してきたじゃないですかっていう話をされてて、うん、次の絶滅っていつになると思いますかっていうふうに小林先生に聞いた時にそれは今なんですっていうふうにおっしゃってたそうなんだよね。 インパクトが強すぎて、うん、今までのどんな例えば隕石とかよりも人間が起こしてる人間の生活を豊かにするためにやってるものっていうのが生物を破壊してるっていうところが衝撃的すぎてなんかそういうところも考えながら多様性だったりそういうところに頭を馳せながら今回のインタビュー皆さんも聞いていただきたいなというふうに思っております。はい とということで早川さんと小林武彦先生のインタビュー第2回をお聞きください少しこの本読んだ方読んでない方でちょっと受け取り方変わるかもしれませんがやっぱりその生きる、うんえー、死ぬプログラムの話ありましたけどやはりあの今回ちょっと伺いたかったのが、うんあのね、死っていうところでズバリ人以外に自殺する生物はいるのか、うんうん、そして逆、えー、とこれも先生も お答え難しいかもしれませんけど生物学的にはなぜ人が自殺するのかっていう、まあ、こ,この辺りは今日伺いたいなと思ったんですけど、うん、なかなか難しいですね、うん、あの早川さんとか自殺したいと思ったことありますあありますありまますすか、はいはあ 自殺すみません厳密に言うとする人の気持ちが分かったみたいな時はあります誰でももももちろんありますよもうこんな死んじゃいたいなとかそういうふうに思ったり心の中で言うことでちょっとそれを否定してみてという感じだと思いますで通常は自殺はしないし先ほどお尋ねになった他の生き物の中で自殺する生き物はいるのかといないと思います。基本的に 生き物は生存本能というか、はい、逆で生き残ろうとする本能を持っています、はい、でそちらがあるから今いるんです、うん、自分から死ぬっていう生き物がいる場合は多分今はいないですねでにね、はい、でそういうようなまあちょっと結果論なんですけども、えー、そういうこともあると思います、はい、でも時々なんか自殺に見える行為をする生き物生き物の世界でねまず話をしますとはい,、はい、いますでもそれは多分もしかしたら 何か非常なストレスを感じていたり、うん、異常な状態、うん、要するにシックです、うん、あのがあったのかもしれないですね選択してるわけじゃない感じのんかちょっとある意味ちょっと病的な状態になって、うんはい、そういった生き物はあの死んでしまうのがいるのかもしれません、はいはい、でも通常の状態ではそれはないですね、うん、生き物に関してはね、はい、で問題は人間なんですけども人間も基本的に同じだと思います 人っていうのは、はい、動物にもそういうのはいるんですけども、はい、人は社会性の生き物なんです,よそうですね、はい、社会の中で進化して、うん、社会の中で生きています、はい、人と人との関わり合いがないと生きていけません、うん、人の死に方も実は社会によってすごく影響を受けるんですね、はい、でその一番いい例が国によって寿命が全然違うじゃないですか,確かに一番短い国っていうのは多分50歳ちょっとぐらいですよ、うん で一番寿命が長い平均寿命が長い国は日本で84歳ぐらいですよね30年以上違うわけですよかなり違いますよ、ね、でこれ2つね 2>、うん、遺伝的な何かが違うかっていうとそんなことは全くないの、うん、ただ社会が違う、はい、例えば日本の方が医療が発達してるかもしれない、うん、栄養がいいかもしれない公衆衛生、はい、伝染病が少ないかもしれない、はいはい そんなようなことがあって、返球いじめは多分長いんだと思います。要するに社会によって決まるんです。自殺も多分同じような感じで、はい、自殺が全然ない国もあるんですよ。と、うん、いうか、全然はないかもしれないけど、はい、ゼロじゃないかもしれないけど、すごく少ない。はいはい、かたや多い国もあるわけです、うん。そうですね。何が違うかっていうと、その社会の仕組みだったり、うん、まあ、やっぱり自殺するような要因っていうのは、ストレスとかね。うん その、いうのがあるんでしょうけども、はい、そういうなのが違うんですよ。うん、だから、もともと、人間は自殺する、は、まあ、人間だけじゃなくて、すべての生き物は。自殺するようには、できていないんだと思います。ただ、過度なストレスだとか。はい、まあ、心配事、ええ、心の病なんか、があるときには、そういうふうになってしまう場合が。ある、うんうん、ですから、これは、避けれるんだと思います。はい、あの、誰かに相談したり、はい、怪我だって治るじゃないですか。はい、そうですね。そう、同じように、まあ。 ひどい場合にはお医者さんとかあるいはカウンセラーにカウンセリングしたら治るんだと思います、うんはい、そういうふうな方向に努力した方がいいのかなと、うん、ですからまあある意味ちょっと心の、まあ、病までは言わないかもしれないですけども、うん、あのちょっと弱くなっている状態っていうのは誰でもあるので私も早川さんもそれあった、うんで,ね、でも普通は死なないので。はい 勝手に治るんですでもちょっと治りが悪いなっていった時にはいろんな専門家とかに相談して生きてもらいいたですねどうせ寿命が来たら死にますから寿命を全うしてせっかく偶然ねもらった命なので大切にしていってもらいたいなと思いますけどね。いますやっぱりその環境社会っておっしゃいましたけどそこがそういうものを生み出してる っていうことですよね。やっぱ生き物っていうのは衣食住っていうでしょ、うん、まあ、食べ物ないっていうのはこの国ではあまりないですよね。はいうん、で、やっぱり。十ですかね。うん、居場所。うん、みたいなのがなくなってくると、ちょっと。辛いですよね。うん、でも、そういう意味では。あの、それこそ、まあ、まあ、先生ほど詳しい人いないと思いますけど、当然、その動物でも。うん、いわゆる群れとか。うんうん、ちょっと組織作る動物もいるじゃないですか。はいはい、多分、猿とか。ね、魚とかも作る、はい。はい。 そこでも基本的にというか今の話だけど、まあ、自殺はないないです、ね、その社会がまあ人間的な目線になっちゃいますけど、うんうん、ある、まあえて高度って言いますけど、うん、高度だったり複雑な階層化みたいにな,、うん、ならないとそ多分そういう慈悲は出てこないってことですか、ね、ないです、ねうん、いうかそういうようなやっぱり集団とか生き物っていうのは、うん、あの持たないと思います。持たないやっぱりこう 少しでも自分たちの子孫なり、自分たちのグループを残していこうっていうのが、多分今生き残ってるんですよ。だから、やっぱりどちらかというと、救おうと思う圧力はあっても、排除する圧力はないと思うんですよね。まあ、人間の社会は、そういう意味では、ちょっと特殊な面もあるのかもしれないですね。でも、なんか、これだけ、さっき先生おっしゃったように、もう何百万種っていう生き物がいながら。 僕らが知りうる限りは、ま、間違いなく一番目立ってると思うんで、あれですけど、人間しか、つまり自死はしないってます。まあ、すごいっていうのも変ですけど。まあ、人間も本来はしないんです。ですね。えこういうふうな、まあ、ある意味、こう、高度な社会構造を作ってしまって。うまく適応できなかったり、居場所がなかったり。まあ、心の病というものが、心の病も伝染するでしょう。 しますね、だからそういうのとかでもあのうまく解決する手段が、うん、特に若い方ね、はい、ない場合には、まあ、そういう選択が起こってしまうのかなでもまあ言いたいのはやっぱり一時期過ぎればそういうことがなくなるってことはあるので、はい、まあ相談したりですねお医者さんに行ったりしてなんとか生きてもらいたいですね。う 自殺の話でちょっと暗くなりがちなんですけどやっぱりその生と死というところだと、ねうんうん、どうしても伺いたかったのであれですけどもう一つ、うん、1つより重いかもしれませんけどもやっぱりまさに今、ね、ウクライナの紛争があって、うん、未だかつてないほどこう、ね、戦争を、まあ、特に日本の人もあの、まあ、身近にとかやっぱり感じてると思うんですけど、うん、まあ今の自殺というキーワードがその戦争に入れ替わった質問なんですけど、うん、人以外に戦争する生物はいるのかそして なぜ生物学的に人は戦争すあのね戦う喧嘩するそれはそういう生き物はたくさんいますですねもう普通です縄張り争いもあるしまあ自分のね住みかに入ってきた人ガてやるとかあるいはこう食べ物を争って戦うとかまあ個人個人というか一匹同士の場合もあるし集団で戦うこともあって戦うこと自体は全然 普通のことです、はい、あのそれは人間も多分そうだと思うす、はい、気に入らないなと思って喧嘩しちゃったり、はい、そんなのはまあ子供の時とか特にありますよね。そで,ね、はい、でそれはそんなにあの重大なことだと思わないんですけども、うん、戦争とととなるとちょっっ話は変わってきますね、うん、まずあの人間っていうのは残念なことに、まあ、残念なことというか、はい、科学技術が発達しすぎてしまって、うん、動物同士の戦いっていうのはまあ 相手が逃げたらおしまいなんです。はい、もう殺し合いはしない。うん、脅かし合いです。はい、で自分の方が強いんだぞって言ってもう戦っても無駄だぞって言って無駄な殺し合いみたいなのは絶対しないですね。はいうん、でも人の場合にはまあ変な話兵器を作っちゃうわけですよ。うん、した時にすごい数の人が亡くなったりするわけですね。はい、ですので人の戦争っていうのはなんか生き物の戦いとはちょっと違って、うん、相手を本当に 絶滅まで、うん、命を奪うっていう行為は普通生き物はしないのでですよね。さっきの戦いのと違いますもん、ねえー。まあ弱肉強食でなんか食べるとか食べら、ね、れるとかいう関係のものはありますけども、はい、通常はないんです。はい、それ以外はね。ですのでまあ戦争はちょっと特殊な感じですよね。でもその人の歴史を見るとずっとやってますんで。うん、ですよね。いかがなものかと思いますよ。でも世界中には賢い人がたくさんいて。うんはい まあ政治家にも学者にもいるんですよ。そういう人たくさんいて、なんか教育もすごくね、はい、一生懸命いろんな国でやってて、みんな昔に比べたら本も読めるし、はい、インターネットで情報もやれるじゃないですか。うん、それでもやっぱり戦争するんですね。うんうん、不思議ですね。本当そう思いますね。ね。うん、だから、避けられないんだな、ね、これはね。変な話よ。うんうん、だってこんだけもうある意味成熟した 国が多い中でもやってしまうんんだれないでですよでもそうするとさっきの、まあ、自殺も戦争もですけど本来生物学的にはというか、うんうん、の枠の中ではあんまり起こりえないというかまあ起こりえないじゃないですか、うん、でもなんかそうするとなんかまあ,まあ進化の言葉も出てきましたけど人はそう,そういう意味で進化し,してるんでしょうかというかし,、まあ、しすぎてるっていうとあれですか、うん、さっきの,その社会が成熟って。 っていうの、まあ、ちょっとネガティブなイメージですけどな何て言うんでしょうあと先生がさっきおっしゃった変化と選択、うん、その選択をちょっとなんか死の扉の方ばっかり最近ずっと開け続けてんじゃないかって感じがしちゃうんですけどん,なんかあのー、人は社会性の生き物で、はい、社会っていうのはあのー、僕らが進化してきた時の社会っていうのは、うん、もうちょっとね小さいんです小さい,、はい。研究者によると150人ぐらいが、うん 適正な社会の大要するにお互い知り合って利害関係を全部調節できてって、うん、そのぐらいのコミュニティが適当なんだという人もいます、はいうん、ですので1,000、まあ、人1万人レベルってくるとその他大勢みたいになっちゃうんですそょっともう分かんないですよね誰が何考えてるかとかね、はい、要するに話せば分かるっていうレベルが150人ぐらい、はい、そこから先になってくるともう脅すかなんかしないと、うん 全体的な意思統一ができないような大きさなんでしょうある意味コミュニティが大きくなりすぎたっていうのが問題なのかもしれないです小さなコミュニティだったらまあ変な話ちっちゃい争いで終わってたんですよそれがものすごい何万何十万っていう人たちが同じようなことを考えてやり始めるとそりゃいいことないですよね犠牲者だけが増えているわけです だからその社会の大きさみたいなやつも重要なのかなと思ったりもしますね。ですからこれはコミュニケーションがうまく取りすぎる。例えばパンデミックもそうですけども、そのそれぞれのコミュニティが小さければね、そこの村だけだとか、そこの地方だけの風土病だったかもしれないんだけども、うんうんうん もうあっという間に新型の変異株が出たら世界中に広がるっていう世界でしょ。はいうん、だからもう本当ワンヘルスワンフェワンワールドでやっていかないとどうにもならないですよね、うんうん。本当そうですね。でもこれって大変なことですよ。うん、ある意味生物の体に似てて、うんうん、僕らだいたい人間の場合には三十七兆個の細胞からできてるんですよ。三十七兆結構ですね。はい、で、例えとしていいかどうかは分かんないですけど、一、はい、個の細胞でも、うん 癌になってそれが生き残ると全部死んんじゃうんですもうその世界ですよ一箇所でなんかパンデミックが起こると、はい、世界全体が震撼するというか、はい、大変なことになるぞというようなことになってしまう、はい、で私たち多細胞生物っていうのは、はい、その一番怖いのががんなんです、はい、どうしてかっていうと一個でもそうなると他の細胞全部やられちゃうから、はい、でそれを防ぐためにいろんな仕組みがあって そうですね、進化してきた、はいまあ、そういうの仕組みが進化できたから多細胞化できたというのが生物学者の言い方なんで,す、ね、<ー> <laughs> でその2つ一番メジャーのトップ2がですね一、はい、つは免疫なんですよ、うん、免疫機構っていうのが、まあ、そういうのをバーッとこう抑え込むわけです、はい、で私たちの体の中でも常にがん細胞っぽいのができてるんだけど、うん、免疫細胞が食べてくれる、はい、でもう一つがね老化なんですよ やっぱり老化もそういった異常細胞を排除すすするのに役役立立つつんんででね老化もそうなよだから例えばさっきまた話に戻りますけどもワンワールドだとワンヘルスだと一つのところでもパンデミック起こるとそれすぐ広がっちゃうぞといった時にはやっぱりそれをバッとみんなで抑え込むようなあるいはそこをなんとか治療するような解決するようなやつをみんなでやっていかないと結局みんな巻き添えを食うわけだ。 そういうよういいいいよなな発想に変えていかないと難しいですね、うんうん、だからもう医療に国境はなしという,、はい、もうみんな同じ体なんだから、うん、あ,のある国だ届けがかかるような病気なんかないわけですから、はい、そういうふうに体制を変そういう意味でもう本当に何か大きくそしてひ広く深い話になっちゃいますけどその、ね、グローバリズムでやってきてその何か逆に終焉でどんどんどん今こうね書く。 国は孤立みたいな感じになってますけども今の話でいくとやっぱりそういう意味では今の状況はそういう意味ではグローバリズムにならないと厳しいそうなんですよですからある意味コロナっていう人類共通の敵が現れてここは一致団結して人類の強さを見せるといういいチャンスだったんです本当はねでもウクライナ侵攻みたいなのが起こってやっぱりこういうことすんだなと。 思っちゃいましたねうん、うん、一つになるためには共通の敵を見つけるって一番簡単じゃないですかす、ねね、例えば宇宙人が攻めてきたら地球は地球防衛軍ができてですね、うんはい、で地球は一つになって戦うかもしい。うん、でもそういうことはまああまりなくって、はい、どっちかっていうとパンデミック、うん、これも僕ら共通の敵ですから、はい、人類が力を合わせてやんなきゃいけない一つになるチャンスだったんだけども、うん、逃してますね。 な,なんかちょっと今日なんかあの明るい話もしたいんですけどでも、はい、それこそ今の話伺って先生ネットリックスの「ドントルックアップって見ましたレオナルド・ディカプリオがいやちょっと見てないですまさにその、うん、隕石がもうよ、うん、寄ってくるみたいな話で,、うん、で昔あったらあのインディペンデンス・デーとか最後なんか救われるじゃないですかああそれは見ましたはい <laughs> じゃないですか、うん、でもこの間の「ドントルックアップはまさにそうじゃなくて隕石来た時に結局なんかしし、うん 要はだ一致団結しないで結局最後そのちょっと滅びちゃうみたいな地球が、うん、だからブラックユーモアだったんですけど笑えなかったんですけど今の話聞いてると、うん、今も現状で笑えないですね今笑えないですねうん、うん、もう全然ダメです、ね、だからその本にもちょっと書きましたけども、はい、人類は100年持たないんじゃないかっていうふうにちょっとそれは継承の意味で書いたんだけど、はい、なっちゃったら嫌ですねうん、うん、本当にね。 なんかなんか先生がこの本の中で、まあ、これが本と肉声の、まあ、いい割じゃないですかやっぱりなんか違いかなと思うんですけど本の中では確かに書いてますけどもちろん重く書いてますけど、うん、あそうだなぐらいに思ってましたけどやっぱり今日直接聞くと、うん、<laughs> でありますし何て言うんでしょうちょっとお話伺ってて思ったんですけど生物、うんうん、生物学生命っていうと。うん なんかあそういう体の作りで DNA がどうこうでみたいな,なんかそ,そこの部分だけにいっちゃいますけどいわゆる生物がなぜ、まあ、生きるのか死ぬのか、うん、連続していくのかって、まあ、本当に特に人間は本当に環境とか社会とか政治、うん、全部絡むんですね完全に。そうなんですよ体としては動物と一緒、はい、でも社会があるから政治が重要、うん、で自分の国だけじゃないから外交も重要すべ、うん、てのものがうまくやらないと。うんあの 平和には暮らせないですねですからまあそのよういうところは早くちゃんとした仕組みをね、うん、作んないといけないと思います,す、ね、僕らはっきり言って今んていうんですかねコミュニケーション取れるじゃないですか、はい、ネットとか使えば誰とでも、ねはい、でそうなようなことがあるにもかかわらずなかなか理解が進まない相変わらずこう領土争いっていうかここは俺の国、はい、ここは俺の土地みたいなことをずっとやってるわけですよ。うんうん あの田舎でいうと境もめっていうんだけどはい、はい、そんなのはもうそろそろ卒業しないとね、うん、っていうふうに思うんですよね、うんうん、でもまあある意味既得権益というかそういうのが大切な人たちもいるわけで、はい、まあそういう人たちともともとそういうの持っていない人たちのこう意見調整みたいなのをこう速やかにやっていかないと、うんうん、最後はリーダーシップ、うんうん、誰かがえいやとやんなきゃダメですみんながそれぞれの,あの利害関係をうまく調整するなんていうのは AI を持ってしても無理、うんうん、最後は、まあ、この人が言うんだから的なところでまととめないですよ,、ねですよねまあ、今リーダーシップって話出ましたけど、まあ、まさにですけど <laughs>、うん、小林先生がもし、うん、<laughs> まあこの役と人類100年後は絶滅しうるんだろうってやっぱありましたし今の話聞いているといや本当に結構冗談じゃなくそうかなと思っちゃったんですけどもし小林先生が、まあ、そういう立場今ないですけど世界を。 こう全部できる全権大使みたいな、うん、任命されたらやれるであろうことを、うん、や今やるであろうやりたい具体的に3つ挙げるとしたら何でしょう <laughs> 3つですか、はいまあ、3つじゃなくてもいいですよこの1個できればもうみたいな具体的にというところはお願いしたいですけど難しいです、うん、だってそんなのだって僕よりずっと頭のいい哲学者とか政治家が成し得なかったことでしょままああもちろんそれは私ができるわけないじゃないですか <laughs> いやわかんないですけどね,ね、はい、でもね一つだけアイディアがある、うん それは人間の本性をうまく利用すすることで人間の本性ってね何かこうそうそう作り出す開拓するまあそのためにんかぶっ壊したりもするんだけどとにかくね好奇心旺盛なんですよそのおかげで600万年前はチンパンジーとかゴリラとか同じ祖先だったんだけどその好奇心が故にこんなものをいろいろ作っちゃったんですよ本当でしょ でここがね、うん、人間の強みでもありウィークポイントでもあると、うん、何でもやっちゃうんです、はい、やれることはゲノム編集なんか聞いたことあります言葉はあれですけど、まあ、ありえないですねですよね。 でなんかそういうのってあんまりいいことないと思うんだけど、うんあのま、医療に関してはいいと思うんですけども、はい、あまりこういろんな生き物を作ってもおっかないことも多いと思うから、うん、ちょっと慎重にやらない共通の敵がいたら一つにまとまるよって言うんだけど、うん、まあそれも結構大変でしょ戦わなきゃいけないわけだから、うん、パンデミックでもなんでも。はい、僕はどちらかとととといいううう好好奇奇心心をを、ね、建設的な方向に持っていくんでです地球の中でその中そそ思うと、はい 領土争いしたりしちゃうんですよ。うん、征服しようとか、はい、自分の国を大きくしようとか。まあ、個人で言ったら、まあ若い時は誰だって偉くなろうと思ったり、するしお金稼ごうと思ったりする、それはいいんだけども、うん、それ国レベルでやると戦争になっちゃうかもしれないですね。で,すねで、そういうふうな、なんか内向きなのに使わないで、うん、もう科学、はい、特に宇宙。そこですか。そこですよ。 スタートレックです、はい、もう宇宙の世界にどんどん行くんですね、うん、未知の世界にどんどん行って、うん、そういった未知のものを開発する開拓するっていうところに目を向けて、うん、もう細かい領土争いをこの地球上ではやらないようにするというふうにしていただけるといいかなと。 汚れるじゃないですか。なんかするたびに地球を汚れるでしょ。もうそれも限界が来ているので、もうそういうのも宇宙でやってくださいと。だからすごい実験したいんだったら宇宙ステーションを作ってね。そこで完全に自給自足をして、地球に迷惑をかけないようにしてやると。だから私がもし人類全体で何かのプロジェクトをやって、まあそれが一番仲良くなれると思うんですけども、やるんだったら宇宙開発、あるいは海洋でもいいですよ。水、海は私海好きだから。海洋開発で海ももう、 宇宙から見たらほとんど海じゃないですか地球とかそこはまあ手つかずですよ。そんなようなところの開発にみんなでこう協力して、まあ先を争ってみたいなね。協力してだってお金かかりますか月に別荘を作ってみるとかね。あの世界国境のないなんかこう国というか、いそのなんか作ってみるとか。月月の国みたいなを作ってみるとか。そこはもう人種も国境もないと作ってみるとか。 ね、あるいはもっと地球に人が住めそうな星を探しに行ってもいいですよ。そのためにいろんな技術開発をしてそちらの方に向けていったら、まあ、お互い内向きな戦いみたいなのがなくなるかなと思ったりもしますね文字通り内向きじゃなくて外っていうかもう天,天井行っちゃうってことですよ、ね、そうですそうです。そうするるとといろんなことも満満たたさされれし、うん、そのやっぱり満たされ 用途する何かこう新しいものを開発したりなんかするっていう、うん、そちらをうまく使っていくと、うん、僕は研究者だからもう,もう大賛成でそういうことをやるのはね、はい、とにかく宇宙に行ったり、はい、いろんなところに未知のところに行って新しいことを見つけていく、うん、まあ海底でもいいですよね、うん、海底だって深海だってもう面白いでしょ、はい、いろんなものがありますよね。うん、私が子のの頃にすごく流行ってたテレビの テレビの人形劇っていうのかな、はい、サンダーバードって知ってますか、はい、名前は。はい、サンダーバードっていうのが、まあ、地球防衛的なミッションを担っている大金持ちの家族なんですよ。うんうんうん、あ、そうなんですね。で、その人たちが、<ー>あの島に基地を持っていて、はい 島なあ出てきますよねだからああいうようなところにエネルギーを使ってほしいんですよね。誰の迷惑もかかんない、うん、離れ小島にすごい施設を作っちゃうとかねもうそこで全部自給自足をやるんですよ、はいうん、エネルギーも何でもね。うん、で何か必要があったら飛び出してってあのトラブルを解決するとか何、はい、かするのは街中でやるのはやめる。うん、宇宙か 海のど真ん中が、うん、そういうところで、まあ、誰にも迷惑はかかんないところで、はい、人間の本来持っている好奇心をどんどん満たしていくというふうなところに人類がこうエネルギーを注ぐのがいいのかなと思ったりもしますね。 いいです、ね、でもなんか今ふと思ったんですけどやっぱりこう僕も国内外のいろんな起業家の人、まあ、実際インタビューさせていただいたり、うん、いろんなインタビュー見たりもしてますけど結構みんな SF が何かクリエイティブなことをやった人って好きなんでなんかその辺はあるかもしれないですよね、うん、発想そのものが、うん、あると思いますよにすごくほら今お金もぐちゃう人いるじゃないですか株とかでね、はい、あの普通に稼いでて大金持ちになるってのは難しいんだけど、うん、<laughs> 今そうやって株とかで大,大金持ちになっちゃうと、はい、そうそうすごく若くても 大気、ね、を手にしたいと何するかっていうと大体ロケットを作るでしょ、うん、やっぱり地球でもお金使うとこないんですよだからもうそこ行っちゃうってことです,、ねえー、そ,うですそういうことです、はい、そうですもうすごくいい車だって高橋言うてるじゃないですか、はいはい、それ何十台並べたところで何のあれもないでしょ、うんうん、そんなことよりもこのロケット飛ばして、はい 新しいい星星っっていう誰ももたこともない星に行ってみるだとか、うん、そういうふういふななことが興味の対象になってくるんで,、ね、ですよね、はいはいはい、だからお金がものすごくあったら人間それはやるわけですよ、うん、ただ一人一人はそんな大金持ちじゃないので、うん、ただ力を合わせればできますよ、うん、国家レベルであれば、はい、あそういうことをどんどんやればいいんじゃないかなと、うん、か宇宙開発だとか海洋開発みたいな、まあ、人類が足を踏み込んだことがないようなところに入り込んで新しいものを見つけたり、うん、そこで新しいなんかいいものをね、うん、開発してみたりいうのが あるといいですねエンディングのお時間ですインタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想取り上げてほしいテーマなどを募集しておりますいただいたご質問等はこの番組内で取り上げさせていただきますエピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください、えー、そしてこれまで100以上の番組をプロデュースし累計ダウンロード数3億の早川さんを教えるポッドキャストブランディング講座が開催です 映像やブログ、SNS を頑張っているのになかなかファンの獲得につながらない。発信に重点が置かれてしまい、創作活動や本業の時間が削られている。そんなお悩みをお持ちの方にコアなファンとつながれるポッドキャストであなたのブランドを作る方法をお教えします。ポッドキャストブランディング講座、詳しくは概要欄をご覧ください。そして最後にもう一つお知らせです。 早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも8月の26日金曜日19時から Zoom にて行われます今月の本の紹介お願いいたしますはい、僕は8年間読み続けている、えー、バイブルの一冊と言っていいと思いますレアリーケラーさんのワンシン h ですこの本ね、もう本当に、えー、おすすめで今まで何回、何十回読んだか分かりませんのでこの本を取り上げてね、みんなでいろいろ 楽しめればというふうに思っています8月24日金曜日ズームにて行いますので皆さん参加をお待ちしておりますということでエンディングの時間ですけれども、はい、今回小林先生ということで、うん、なんかちょっと生物学的な質問っていうんですかなんかこうしたいなと思うんですけど中川、うん、さん生まれ変わったら人以外で何になりたいですかいいわ違うかいいわ <laughs> いいし堀マナにはそう答えてもいいかなと思ったんですけど <laughs> 人以外ででも なんか小林先生の答えの受け入りかもしれないけど確か小林先生がおっしゃってたような気するけど、うん、やっぱっ飛んでみたいよねかのはある程度想像,想像つくというか、まあ、実際はね分かんないけど氷にはなってみたい、ね、私も鳥になって空を自由に羽ばたくかあとか、うん、風になりたいですね。<あ> <laughs> 風になりたいってなんかブームの曲名みたいですけど分かるかなちょっと古くて分かんないからまず。<laughs> なえ風になりたいっていのはもうもはや生き物じゃないですね生き物じゃないんですね、うん、あのすごい儚い感じで一瞬で去って過ぎ去っていくじゃないですか大丈夫ですかちょっといや別にそんな死にたいとか,なんかそういう消えたいとか、うん、そういうことじゃないであでもちょっと飛んでいきたいみたいなのあるよねそうそうそう,そうでも一番なりたいのは鳥ですね やっぱそうですねそういう人多いですね。でもそういうやっぱりね、人のこう夢とかがそれこそね、あの飛行機になって、ライト兄弟からみたいなね、ありますかやっぱなんかそういう、すごいね、人間の想像力と可能性を実現させる力って。だ、うん、からいずれね、なんかタケコプターなんかがこう発明されて、空を飛べる、楽、ね、に,に,に空を飛べる世界が来ればな、うん、みたいな風に思っている。今日い楽しみですね。 はい、わけですけれどもまた次回皆様とお目,にお目にかかれることを楽しみにしております。よ